新しい特撮を作りたい。ぜひともコメント欄の方にコメントいただければ、じゃもしかしたら反映されるかも。いやこの前の横山お疲れ様でした。お疲れ。あの動画はもう出たんですけど、ちょっとですね、まあ最後に視聴者の皆さんにどんな特撮を作りたいかみたいな話したじゃないですか。もちろんコメント募集したの覚えてます。まあ一応だから僕がねやっぱ勝手に独断と偏見作ってもあれだけど、まあ皆さんが求めるような感じが、そうですね、やっぱいいじゃないですか。どんな感じがいいのかみたいな。それでちょっとコメント欄をこうやって覗いてみたら、あるコメントを見つけたんです。コメントいただきました。はいはい、もちろん名前伏せます。自主制作の特撮ですか、仮面ライダー真偽が参考になるかもです。はい、こういうコメントいただきましてですね、この仮面ライダー真偽って知ってます？知らん知らん。これね、真しかわかんない。仮面ライダー真わかんない。仮面ライダー真わかんないです。真わかんない。わかんないです。仮面ライダー真は最も仮面ライダーっぽくない仮面ライダーが仮面ライダー真。あ、もう本当に俺オールライダーで大丈夫かで、こうバーってね並んだ時にね、一人だけ怪人いるよと思った。それもね確かね、まあどっかの爆発できる岩船みたいなとこだったんだけど、それがね仮面ライダー真なんだけど、真偽なんてもうだってあれじゃん、パクリやん。パクリ、真のパクリなんですか？真のパクリじゃない。今回53万再生、めちゃめちゃ再生されてんじゃん。めっちゃ再生されてるんですよ。何仮面ライダー真偽。俺は別に仮面ライダー作りたいわけじゃないから、仮面ライダーじゃなくて新しい特撮作りたい。新しい特撮ですよ。そう、この仮面ライダー、この方自主制作で仮面ライダーって。ああ、まあ一応だからファンの人が枠で作ったみたいな枠ね。多分そういうことだと思います。ちょっと待って、自主制作で特撮ですか？そうなんです。だから自分で多分作ってる。いやいやいや、俺は自主制作じゃないよ今回は。今回自主制作じゃないんですか？ちゃうよ。おいや、もうすごくここから広げていきますから。だからもうプロと同等のレベルを作っていくというか、ね、いやいや、プロ以上ですから。プロ以上。いや、そうでしょ。大きく出ましたね。いやだってもうプロの人たち集めていくんだから。まあまあでもそうですね。そうでしょ、はい、だから自主制作の人と、はい、早速怪人出た。ああ怪人ね、はい、おおすげえ。ああちゃんとちゃんと CG は、ちゃんとベルトが、ああもうマントなびいてますね。あ結構、ああなるほどね、こう何がモチーフなんだろうね。確かに。あなんかちょっとどことなく一号を彷彿とさせるような感じだね。ああアクションがある感じね。仮面ライダーっぽいね、ハット割りが。ハット割りでも本気出してる。ああ、へえ、すげえ、ま、マントなびいてますね。マントめちゃたなびくじゃん。セリフがないんだね。うん、全部アクションで見せていくみたいな感じなんだね。お、マント出てきた。あ、マントでも戦うんだ。ね、ベルトの形みたいな感じ。うん、けどあ、来た。ちゃんとね、ライダー結構早いね、速度が。なんかいろいろありそう。荒いとこ多いな。荒いとこ多い。荒いとこ多いな、やっぱり。これは、うん、すごいけど、はい、自主制作の枠を超えないかもしれない。あもっとだからこう、全員、それこそプロの人たちを集めたら、この人も違うかもしれない。はい、でも、一人にしては、でも、確かに、これ相当仮面ライダー愛がある人だったね。うん、思いが、すごかった、うん。ちょっと気になるんで、僕、アポ取ってみようかなと。マジ？はい。ちょっと話聞いてみません？面白そうじゃないですか。いやー、マジ？ダメですか？いやだってやっぱりこの作品を作ったことによって、多分この人もあん時やっしょきゃよかったなっていうのが絶対生まれてると思うんですよ。結構ハードル高いよ。いやー、結構やっぱり僕はすごい最強チームで行きたいよ、はい、今回。いやいや、でも会ってみるのは多分ただじゃないですか。ああもちろん、はい、いやでもまあ大輔がそう思うんだったら、はい、アポ取ってみます。はい、お願いします。どうも、すいません、こんにちは。はじめまして。はじめまして、 GG チャンネルの佐藤と申します。田中と申します。よろしくお願いします。仮面ライダー真偽っていう名前じゃないですか。人のふんどしでズーズーしいだって感じあるんですけど。ちょっとスーツとかも出てたじゃないですか。東急ハンズで36,000円使いまして。え、
3万6千であれを作ったってことですか。そうですそうです。意外とかかってないんですよ。怪人の方がダイエットとかのサウナスーツってあるじゃないですか、はいはいはい、それを継ぎはぎして余った材料とか拾った材料をくっつけて、はい、まあでも今見ると全部ねちょっとやっぱり昔だなっていうかコンセプトみたいなのがあったんですか。昭和のライダーが好きだ派と平成のライダーが好きだ派と、うん、なんかこう二分されてたんですよ、はいはいはい、そんでじゃあ全部のライダーを好きな人が納得できるようなものをこう作るぞみたいな。なるほど。再生回数もすごかったですよね、YouTube が。そうっすね。もう50何万本当にいろいろ見ていただいてる感じなんですよ。見ました見ました。公式畑の人は見ちゃダメなんですよ。まあ、僕は公式よりは、ちょっともう一人今日呼んでるんですね。ちょっと今日その方を交えて、田辺さんにも紹介して、ああ、わかりました。お話できたらな。わかりました。ちょっと呼びに行ってきます。はい、ああ、わかりました。待ってます。どうも、はじめまして。はじめまして、井上と申します。あ、どうも、田辺と申します。お願いします。どうしたんですか。仮面ライダーのシンのパクリの違う見られたんですね。お願いします。あ、どうもどうも。僕、昔演劇をやってたんですよ、はい、イケレドとダブルのオーディションだけ行ったんです。オーディション行ったんです。あ、じゃあ、もともと役者さんなんですね。ディケイドの出てましたよ、僕。え、マジっすか。第10話、ファイズ学園。ありましたね。ファイズ学園。マジっすか。ファイズ学園のあのロケ地あるじゃないですか。あの学校。オルフェノクが学生をなんかこう襲って、朝の登校のシーンで、学生3人がまたファイズが助けたらしいよって言って、はいはい、その後、井上さんが出てきて、ファイズの世界かっていう、その学生が僕。数秒後に失礼しました。初めましてとか言って失礼しました。名刺見たらディレクターって書いてあるんですけど、今もずっとやってるんですか。そうですね、相変わらず特撮を作ってたりとかしますし。特撮作ってるんですか。作ってますね。冴えないおじさんが、はいはい、イケメンにまず変身するんですよ、うん、でイケメンが今度ヒーローに変身するっていう、こう二段変身するっていう感じなんですよ。その映像とかないんですか。 ありますよ。ちょっと見せてください。スタッフ何人ぐらいですか。4人とか。4人。ネットで特撮が好きな人この指止まれって募集するんですよ。SNS はいはいはい、はい、でみんな来た人たちに照明はこうだよ、音響はこうだよってこうやりながらワンシーンずつ撮っていく。え、脚本は僕が書いてます。撮影は僕が撮影してます。監督は僕がやってます。指示は僕がやってます。編集編集やってますよ。いや全然、マジでマジっすか。2012年に作られた、あれが第何作目なんですか。生まれて初めてちゃんと作った動画。あれ1作目なんですか。そうそうそう。これ2作目ですか。これ2作目っすね多分。これ2作目。最初の5分のやつ作った時に、はい、やっぱり僕もこの自主制作の質感は出しなきゃいけないなと思っていて、はい、じゃあどうするかっていうと、プロの制作会社に入って修行するしかないなって言って、うん、制作会社を入ってスキルアップして、最終的にはまた特撮にその力を戻すっていうね。たった4、5人で、うん、これ1時間44分ぐらいあるんですけど、うん、そのしっかりとしたハードな特撮ものを撮ったっていうことで、特撮界隈の歴史には少し残ると思うんですよね。だからそういう意味でやった甲斐はあったなっていうふうに思ってるんですけど。確かにいいね、田辺さん。はい、すごい。すごいですよ。ありがとうございます。バイタリティが外で一回ちょっと撮る。わかりました。ちょっと待ってください。すごいぞ。あの映像を多分見たらびっくりするよ。ああ、もうちょっと僕見れなかったですね、新しいやつ。あのね、後で見せるけど、はい、いや、1作目でそんな乗り気じゃなかったんだけど、はい、あ、2作目すごいな。バイタリティがまずすごいのと、あと若いっていうのがやっぱいいことと、うんうん、あの挑戦に向いてる、うん、でプラス本人もそれを望んでる、うん、事前に打ち合わせとかしてる。これ今日が初めてです。だって一人であれ作れてるから、うん、みんなで作ったら多分すごい、そうですね、いいものできる、うん、これ監督お願いするよ。やるのに今監督探しっていうのをしてて、はいはいはい、興味ありますか。本企画に、適任だなって思うのは、もう僕のぶっ飛んだ、あの無茶ぶりを全て耐えられるっていう人じゃないとやっぱ不可能だなって思うんですよ。いや、今までないものが好きなんですよね。はいはい、
新しい技術とか、新しいものって作るときにやっぱり、はい、今まではこういう技術でこれを積み上げてきたっていうのを一回置いて、やっぱやんなきゃいけないじゃないですか。すごい脳が柔らかくないとやっぱできない。僕も甘えられる人探してるんで、その一作目は確かに見てなんだこれと思いましたけど、あれ2012年の当時のもので、あの当時はもう編集された動画が出るってだけで相当すごいっていう、ね、そのなんかバイタリティがすごいじゃないですか、新しいことをやろうっていう、1作目2作目で勉強した3作目に集大成が出るってなんか思うんですよ。田辺さんができる得意分野をお任せして、あとのその労力になってるところとか苦手分野のところは他のプロフェッショナルの方をつけるので、なるほど、まあ、それでなんかこう多分作らせていただいたらもう面白いものできるんじゃないか。現状あるものは壊したいので、うん、乗っからせていただけるんだったら、はいはい、すごく嬉しいです。もう2つ目の質問、暇すか、結構大事なんですよ、やっぱ時間取れるか取れるか。1週間のうち2日ぐらいしか働いてないですね。なんでですか逆になんで。それはですね、はい、この作品が完成したのが1月ぐらいなんですよ。じゃあその2日は普通の仕事して週5で編集したんですか。そうです。他の仕事は全部蹴って番組一つに絞って、それをレギュラーでやって、他の仕事は全部自主制作。何やってんすか1年間の時間をちょっともらってもいいですか。あー、なんかあれですね、ドキッとするプロポーズみたいな感じですね。違う、あ、そう捉えますなかなか言わないですよ、1年間の時間をくださいって。マジっすか。そうですね、差し上げます。今あってどれぐらいですか。多分10分大丈夫かな。もういつも突然ですよ。出会いはいつも突然にですから、まあ、時間が無駄なんでね、そういうの。よかったらよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。決まったな。決まりましたね。変態さんに会いました視聴者の方も気になってると思うんですけど、田辺さんの作ったその冒頭5分、僕がこれはいけると思ったそれ公開されたのを見ていただきたい。ピンクのヒーローっていうのを作ったと思うんですけど。ピンク、はい、マゼンタではなく違いますあ、そのネタ知ってるタイプなんですね。有名ですからね。僕はマゼンタと全く違う色であるピンクのヒーローを作りたいんです。あ、逆にね。そう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 、なるほどなるほど、はい、まあ、設定等とかなんかちょっとこんな感じでいきたいというのはまた、はいはい、後ほどいろいろと打ち合わせさせていただきたいなと思います。わかりました、じゃあよろしくお願いします。ピンクっていい色じゃないですか。いいっすね。ただ一つ気になってるのはここにめっちゃティラミスついてますこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。